新庄市ではご当地ヒーローが詐欺被害に遭わないよう注意を呼びかけました。今いろんな詐欺が増えてるんで気をつけてね。スマートフォンの普及で SNS を使用した詐欺事件が増加しており、その被害を減らそうと行われたこの活動。今日は最上地区のご当地ヒーローゆめりおんが市の防犯協会や警察関係者とともにチラシを配りながら注意を呼びかけました。会社や家族、国際電話などいろんな手口を使った特殊詐欺が増えている。自分の身を守れるのは自分だけだ。改めて気をつけていこう。県警によりますと、県内での SNS を使用した詐欺被害は今年38件起きており、被害総額は2億1000万円に上っているということです。